皆さんこんにちは、虫岡です。皆さん大好きガチャ動画でございます。虫岡の動画でよく扱っているバンダイさんの生き物大図鑑シリーズ、以前こちらのカマキリ紹介させてもらって、このカマキリもねすごい人気でなかなか見つからないガチャガチャになってたんですけども、今回はそのカマキリの新作カマキリ02が出たということで虫岡やってきました。今回カマキリ02とピーコックスパイダーというシリーズがね同時に出たそうで、それと横並びに置いてあったので、とりあえずねカマキリ02の方を回してきました。こんな感じで回して全6種類ということだったので、全部で6回全部で6回カプセルを回してきました。というわけでカマキリ02開封していきたいなと思います。さあ、というわけでこちらがカマキリ02のガチャガチャでございます。開封していきましょう。ガチャガチャ出た段階では中身が何かはほとんどわかんないですね。まあなんかちょっと茶色いパーツが見えたり緑のパーツが見えたりすることもあるんですけれども、さあ開けていきましょう。いや、ドキドキするね。今日も揃うかな。オープンザガシャポン。ういっ。おわ。じゃあまずはラインナップを見ていきましょう。バンダイ生き物大図鑑カマキリ02。ヒシムネカレハカマキリがダークブラウンとライトブラウン、そしてマルムネカレハカマキリのダークブラウンとライトブラウン、そしてオオカマキリのダークグリーンが腹部膨張版と腹部通常版ですね。なるほど。さあ一発目のこいつはなんだ。お、これはヒシムネカレハの胸部だな。今回カマは最初からつけてくれてるみたいですね。なるほどなるほど。この付設パーツとか最初からつけてくれてるのいいね。ここ結構苦労したからね前回。そしてこちら腹部になんと羽も最初からついている。この羽もね前回ポロ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 取れたんですよ。だからつけてくれてるのちょっとありがたいかもしれないですね。あ、しかも先に言っちゃうとあれやけどさ、羽の閉じ方がめっちゃ綺麗。これ前回の01なんですけれども、こうね一応羽を閉じてディスプレイすることもできるんですが、あくまでもメインは飛翔ポーズとか威嚇ポーズだったんで、あんまりきっちり閉じるように設計されてなかったんですね。今回ヒシムネカレハバッチリ羽しまってます。おお、いいね。ちょっと一旦首立ってみましょう。足は1のパーツと2のパーツが分けてセットにしてくれてますね。そしてちょっと光の具合で見えにくいんですけども、 LR もきっちりと書いてくださっております。バンダイさんさすがっす。じゃあこれを元にはめてってみましょう。よいしょ。これマジでハマる。明らかに穴に比べてこのボールの方がでかくね。ハマる。これ嘘やろ。これね、前回のカブトムシかなんかの時にも言ったかもしれないんですけども、ここの爪をしっかりと取っておかないと多分ボールジョイントはまんないですね。あ、そうだね、このネジネジ型でやっとはまるな。この穴にボールを当ててネジネジですね。これちょっと子供のパワーじゃ多分はめれないんで、お父さんお母さんが手伝ってあげるのがいいかなと思います。よいしょ。よし。これが触覚付きの頭部でございます。触覚は折れ曲がらないように段ボールに入ってますね。いやー、今回もなかなかのクオリティですね。さあ、前回のオオカマキリほどこう、偽瞳孔がはっきり見えるという感じはないですけれども、この複眼のブツブツ具合とか再現されております。そして頭部をはめてと。というわけでこちら、まず一つ目、2番のヒシムネカレハカマキリ、ライトブラウンゲットしました。いやー、いいっすね。かっこいいな、これ。ちょっとね、一作目といろいろと変わったところがありました。まず一つはですね、中脚後脚の関節が一つ減りました。というのも01は中脚、根元も動くし、ここの途中の関節も動いたんですね。ただ02はもうここは固定で根元しか動きません。まあ02はですね、根元のボールジョイントも硬くなったということもあって、かなり足が丈夫になりましたね。まあだからディスプレイの安定度はかなり上がったのかなという感じはしますけれども、まあ固定されてる分ですね、ちょっとこう足の角度気をつけないとアンバランスなディスプレイになる感じもしますね。まあ顔とかの作りに関してはもしかしたら01の方が精巧に作られていたのかなという感じもしますけれども、まあ01はね、結構体全体が単色塗りだったのに対して、このようにですね、いいグラデーション具合やシワ感とか、このカマの模様なんかもね、いい感じに色付けされております。いやー、いいですね。
そしてバンダイさんの生き物大図鑑の何より素晴らしいところ、羽をつけて威嚇ポーズとか飛翔ポーズを作ることができるんですね。こう開いて、うわーかっけー、やっぱゼロワンの時よりこういう角度とかの安定感が増しましたね。いやかっこいいなこれ。でこちらもちろん台座に乗せて飛翔ポーズも取れますけれども、後でそちらの方はやっていこうかなと思います。というわけで2番ヒシムネカレハカマキリライトブラウンでございました。さあいいですね、どんどん行きましょう。さあ2つ目何が出るかな。ビニールを取っていく、ビニールを取っていく、オープンザガシャポン、でい、お、どうやらカレハカマキリっぽいんですが、さっきと色も違うし胸部の形も違いますね。かっこいいや、カブトプスの頭みたいになってるやん、ギャオスの頭みたい。組み立てていってみましょう。あーんもう、というわけで2つ目完成しました。3番の丸胸カレハカマキリダークブラウンですかね。ここが丸くてここが三角形の形になってるね、丸胸カレハの胸部。そしてここのグラデーションも最高ですよ。いやいいね、今回いいね。そしてねやっぱり2つ目組み立ってみて思ったんですけど、組み立てやすさがゼロワンの時より格段にいいです。組み立て時間が半分ぐらいで済んでますね。なんかこうすごくバンダイさんが改良を加えてくださった感じがすごくわかります。組み立てやすいっす。というわけで丸胸カレハカマキリダークブラウンでございました。さあ今のところかぶりなしてきておりますよ。いけるかいけるか、このままコンプリートいけるか。3つ目いきます。オープンビニール、オープンザガシャポン、でい、おお、なんじゃこれ。次は緑色のパーツが出てきましたね。というわけで緑が出てきましたが、こちらはおそらくオオカマキリなんでしょうね。腹部はこれは通常版かなっていうか、パーツの数多くね。あっ、これはまさか、これは言ってはいけないかもしれないけど、ゼロワンの色違いじゃないかな。なんか全てパーツが見覚えあるぞ。前バネはやっぱり前回と一緒のジョイント式ですね。まあ前バネはというか。というわけで3つ目完成しました。こちらは6番のオオカマキリダークグリーン腹部通常版でございますね。なるほど、皆さんご察しの通りですね、こちらゼロワンとの色違いでございますね。足の根元のジョイント方法が若干変わってますので、それによってちょっと安定感が増したのかなという感じでございますけれども、パーツ的にはほぼほぼ色違いっていう感じじゃないかなと思います。でも目の感じとかもあるのか、やっぱ若干リアルさが増した気はするよね、この色の違いによって。オオカマキリダークグリーン腹部通常版でございました。さあここまでうまくヒシムネ丸胸オオカマ順番に出ております。こっからが怖いぞ。あーだって、あー怖いな、こっからマジで。いくぞ、オープンザビール、オープンザ、あ怖え、オープンザガシャポン、耐えた耐えた耐えた耐える耐える耐えてない、あーマジかー。というわけで丸胸カレハのダークブラウンが被ってしまいました。マジショックマジか、今までな、あーまあここまででもうまくいった方かな、ちょっとショックやな。あと2つ大丈夫かな、行きましょう。オープンザビニール、オープンザガシャポン、キシムネ、キシムネ、あ、おお耐えた耐えた、怖え、この先怖えな、マジで耐えた。というわけで4つ目はヒシムネカレハカマキリダークブラウンでございます。はい、右がライトブラウンで左がダークブラウンですね。いやこのねヒシムネカレハの完成度がすげえいいですね。さっきからねディスプレイの関係で前向きから撮影してるんですけども、正直ね背中向けた時の方がね、このヒシムネのかっこよさがね伝わるんじゃないかなと思います。というわけで4つ目ヒシムネカレハカマキリのダークブラウンでございました。さあコンプリートへの道は閉ざされてしまいましたが、ラスト1個せめて6分の5当たってくれ頼む、オープンザガシャポン、
ークブラウンの菱胸だ。はい、というわけで、やっぱりね、全6種類ということで全種類は揃わないと言いつつ、もう一回やっている虫岡がここ。というわけで、泣きの1回やらせてください。ラスト1回いくぞ。オープンザビニール、オープンザガシャポン。え、嘘、ちょっと待って、これはこれは腹部、あ、これ腹部、腹部どっち、腹部、腹部、腹部一緒か。腹部通常版グリーン。はい、というわけで、1個追加で回したんですけれども、それでも全種類揃いませんでした。揃ったところをお見せできたらなと思ったんですけれども、やっぱりね、全6種類ということで揃いにくいかなと思ったので、実はもう1回やっている。1回だけじゃ物足りない、2回、これは本当にラスト1個です。これ本当にラスト1個、泣きのラスト1個です。頼む。はぁ、あ、はぁ、あ、オープンさん、ガシャポン。ふざけんなよ、マジで。あー、もうやや。あー、マジか、今回ひどいな。虫岡のガチャ動画久々じゃないですか、揃えられなかったの。というわけで、とってもとっても残念ですが、バンダイ生き物大図鑑カマキリ024種類集めるとこうなります。というわけで、かっこいいけど残念だな。ここにもなんか枯葉系一匹飛ばしたかったしさ、地面にもさ、オオカマキリ一匹置きたかったよ。まあでも、ひとまずね、全体のね、ラインナップをとりあえず皆さんにお見せできたことは良かったかなと思います。そして何より今回ももうクオリティ最高でございますね。さっきも言ったけど、この枯葉系は背中から見せた時が最高ですね。特にこんな枯葉のディスプレイの上に置いたら、マジでもう枯葉カマキリそのものだよね。ゼロワンに比べてやっぱりこうリアルさが増したね。羽の模様とかシワ感とか、なんかすごいそこバンダイさん今回頑張ってくれたんかなという感じがします。そしてゼロワンとの色違いではありますけれども、こちらのオオカマキリもジョイント部分とかはしっかりして帰ってきましたし、やっぱりこの羽に色がついたりとか、全体の色を深緑にするだけでゼロ01よりもリアル感増しましたね。はい、というわけで今回カマキリ02、残念ながらコンプなりませんでしたけれども、いやー、でもやっぱりバンダイさんの生き物大図鑑素晴らしいですね。やっぱりこのバンダイさんのね、限りなく関節をつけていろんなディスプレイを楽しめたり、羽をつけて飛翔ポーズができたり、そういう遊び心がありつつ、昆虫マニアも喜ぶようなリアルさを実現できているバンダイさんの生き物大図鑑シリーズ、本当に素晴らしいなと思います。今回残念ながらコンプリートはできませんでしたけれども、またちょっと機会を見て残りの2つもコンプリートできるように、ちょっと虫岡探していってみたいなと思います。もはやこれが腹部膨張版やろ。はい、というわけで今回はバンダイさんの生き物大図鑑カマキリ02を開封していく動画でございました。生き物大図鑑シリーズの昆虫はですね、来月に今度カブトムシ02が出るという噂もありますので、ちょっとそちらも発売したい虫岡が挑戦していこうかなと思います。そしてなんと次回はカマキリ02の隣にありましたピーコックスパイダー、実はこちらもやっておりますので、次回をお楽しみに。というわけで、この動画面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価、通知登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。虫岡でした。愛って何ですか、どんなに抱きしめても人も絶やす